さあ、まもなくその位置を変えまして、これより第2クォーターに入ります。今度は愛媛オールスターズメインスタンドから見て左から右に攻める形に変わってまいります。愛媛オールスターズ相手陣12ヤードからセカンドダウン9。ここで岡山ナイスディフェンス。愛媛ここでランニングバック23番にハンドオフし、中央突破図らんというところでしたが、ここで岡山75番が猛チャージかけまして、失礼しました、岡山の方ディフェンスラインマンが猛チャージかけまして、このラン押し返す形でロスを奪っています。79番のプレイヤーのビッグプレーでした。79番は甲斐、大阪体育大学出身。愛媛オールスターズサードダウン11。パス不成功。ここでクォーターバック17番、右奥に走り込んだ7番にパスを投じました。しかしこれは岡山もカバーよくパス不成功となっています。愛媛オールスターズフォースダウンに変わります。愛媛オールスターズフォースダウン11、フォーメーションを変えます。フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キック成功、3点獲得。ここで愛媛キッカー77番このフィールドゴール見事に決めまして、3点取り返す形に成功いたしました。愛媛オールスターズ3点、岡山スタンディングベアーズ8点とスコアは変わっております。愛媛オールスターズタッチダウンなりませんでしたが、しかし反撃の糸口となるフィールドゴール決めまして、現在得点差5点と変わっています。アメリカンフットボールは得点パターン大きく分けると2通りあります。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。タッチダウンはこの後にもう一つワンプレーのボーナスがあり、ここでキックを決めるとさらに1点、ボールをエンドゾーンに持ち込むと2点加点することができます。これ以外の得点としては自分たちのエンドゾーン内に倒される自殺点のセーフティーです。この結果アメリカンフットボールの得点パターンは2点、3点、6点、7点、8点の5通りになります。この足し算により引き分けが起こりにくい決着方式となっています。さあ、得点を挙げました愛媛オールスターズのキックオフで試合再開となります。さあ、短いキック蹴った。ここで愛媛は勝負に来ました。オンサイドキック、あえて短いキックを蹴り、自分たちがボールを確保するというギャンブルプレーに近いキックを蹴りました。このまま攻撃継続を図らんというところでしたが、残念ですがこれは岡山が抑えましたので岡山の攻撃となります。また岡山かなり前の位置で取りましたので、相手陣入ったところから岡山の攻撃に変わります。岡山スタンディングベアーズ相手陣48ヤードからファーストダウン10。ナイスラン。ランニングバック3番ハンドオフを託されまして、中央突破、相手ディフェンスの村がある中セカンドエフォートでさらに粘りまして約9ヤードのゲインに変えています。アメリカンフットボールは走力と、そしてその粘り強さ、力強さも非常に効果的、重要な競技になっています。その力強いランを見せましたのは岡山スタンディングウェアズ3番の佐藤、一橋大学出身のプレイヤーです。そしてチームの代表でもあります。先ほど反則ありましたが、この反則は、取りませんで、そのままプレー有効となっております。岡山スタンディングベアーズセカンドダウン残り1ヤード。
これは愛媛ナイスディフェンス。この距離を岡山ランプレーにより突破を図りました。しかしそのランを見越しまして愛媛77番チャージしまして約5ヤードロスに変えています。素晴らしいディフェンス対応をしましたのは愛媛オールスターズ愛媛大学77番の大塚、出雲高校出身のプレイヤーです。さあ押しも抑えまして岡山スタンディングベアーズサーダウン5の状況突破なるでしょうか。このパス成功となっています。クォーターバック7番中央にとどまりましたワイドレシーバー85番にパスを通しこの状況を打開を図りましたが85番確保しましたがジャックルしている間にタックルされ結果的に攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンとなります。キャッチしましたのは85番の林でした。大阪体育大学出身。さあ岡山フォースダウン残り1ヤードプレーします。ナイスダウン、ファーストダウン。ここで岡山ランニングバック2番の突破にかけました。2番中央突破しようとしましたがここで愛媛ディフェンス陣殺到しましてあわや潰されかけました。しかしそれを見事クリアしまして攻撃権更新となっています。岡山スタンディングベアーズフォースダウンキャンブル成功しまして攻撃権更新です。キャリア2番は諸本でした。日本体育大学出身のプレイヤーです。さあ攻撃継続となっています。岡山スタンディングベアーズファーストダウン10。さあ再びランプレーを投入します。ランニングバック22番で中央突破さらに図りましたがここでどうやらタイミングが狂ったようで22番中央で、倒され約3ヤードロスとなっています。岡山スタンディングベアーズセカンドダウン13、ボールオンは相手陣29ヤード。パス不成功。今度はパスプレーで状況打開を図りました。ターゲット19番、しかしわずかにオーバースローとなりパス不成功となっています。岡山スタンディングベアーズサーダウンに変わります。岡山スタンディングベアーズ相手陣29ヤードからサーダウン13。クォーターバック7番プレッシャー感じて左にスプリントアウトし、左に流れましたレシーバーにパスをヒット、見事攻撃権更新といたしました。佐藤建設失礼しました。岡山スタンディングベアーズファースター。ここは岡山スタンディングベアーズクォーターバック7番井上素晴らしいプレーを見せました。大阪公立大学出身のプレイヤーです。さあ相手陣15ヤードに入りましての岡山ファーストダウン10。パス不成功、ナイスパスカット。ここでパスを重ねましたクォーターバック7番、中央シリコンダレシーバーにパスを投じましたがこれを愛媛1番が見事にパスカットし防いでおります。素晴らしいパスディフェンスを見せましたのは愛媛オールスターズ愛媛大学の1番川上でした。岡山城東高校出身のプレイヤーです。しかし岡山の攻撃続きます。岡山相手陣15ヤードからセカンドダウン10。さあここでランニングバック2番が素晴らしい個人技を披露しました。
ディフェンス殺到する中、見事なステップワークで左に展開し、約5ヤードから6ヤードのゲインに変えています。キャリア2番諸本、素晴らしい個人技を披露しました。日本体育大学出身のプレイヤーです。岡山スタンディングベアーズ、サーダウン4。さあ判定どうなるか、中央へのパワープレー。ここでランニングバック3番の突進力により、この4ヤード突破を図りましたが、愛媛ここは踏ん張りまして、フォースダウンに持ち込みます。さあ面白い状況です。岡山相手陣6ヤードからフォースダウン、残り1ヤード、最後の攻撃権どのように行使するか、プレーします。フォースダウンギャンブル、この1ヤード突破たかないと攻撃権失います。さあどうなるか、ここでホイッスル。反則が発生しています。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に動く、相手エリアに侵入しました。フライングをしてしまった状態です。言い換えますと、岡山ここでタイミングをずらしまして、オフサイドトラップ仕掛け、見事これが決まりました。残り距離が5ヤード、トータル6ヤードしかないため、半分の距離3ヤードのバッタイとなります。しかしこの反則施行されたことで攻撃は更新されまして、岡山スタンディングバイアーズ、相手陣3ヤードからファーストダウン2ゴールと変わります。ここで岡山ランプレーを投入しました。ランニングバック15番、ハンドオフを受けて右オフタックル付近を突破、そのままエンドゾーン駆け込みましてタッチダウン。岡山スタンディングベアーズ、ランニングバック15番の藤川のランによって攻撃、タッチダウンを重ねる形になっております。6点追加となっています。そしてトライフォーポイントに入ります。岡山どうやらこの試合はキックなく、すべてプレーで得点を重ねていく考えのようです。さあこれパスどうか、2ポイント成功、2点追加となっています。ここで岡山クォーターバック7番、奥に走り込んだワイドレシーバー8番にパス、8番相手ディフェンスの頭越しにこのパスを取りまして、見事2ポイント追加し、岡山スタンディングベアーズ16点、愛媛オールスターズ3点となっています。今度は空中戦でワイドレシーバー8番林田が素晴らしい妙味を見せました。大阪体育大学出身のプレイヤーです。両チームここで様々に協議いたしまして、一旦前半はここで終了する形を取った模様です。後半戦何らかの対策をしまして、後半戦再開する格好で試合を継続する方向になる模様です。従いまして、この時点で一旦前半は終了という形になります。試合としては現在継続する方向になっております。現時点ではこの段階で前半終了といたしまして、ハーフタイムを挟み後半戦に再開するか否か、また再び判断を下されるかと思われます。一旦は前半終了という形でこの配信一旦インターバルに入らせていただきます。